ちょっとでかいか。これぐらい？よいしょ。くつろい。あったあった、あああ。えい。はい、ガイズ、ともりこるぬです。今日も、集まれ動物の森、英語版。Animal Crossing New Horizons をプレイしていきたいと思います。ナナさん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。何言ったらいいかわからんな。 Good evening everyone。 みなさん、こんばんは。こんばんは。Right now, Nicolan, it's 8:03 p.m. on Tuesday, July 5th, 2022. 気づきました？右下に新しいものが。よく気づきましたね。結構目立つか。ローディング画面の時に目立つよね。そうなんですよ。ちょっとロゴをね、作ってもらったんで、つけちゃいました。ちょっと邪魔かもしれない。邪魔だったら教えてください。You know, I heard Flick is taking time off here on Nicolan.ね、今日はフリックさんがニコランドでこう時間を過ごしているようですと。フリックさんも来ているようですと。He loves our bugs so much. If you have any to share with him, I know I'd make his time here extra special. おー。まあ、彼は虫がすごく好きですと。でもしその彼にあげてもいい虫があるんだったら、きっと彼のここでの時間がすごく特別なものになると思いますと。はい。That's all for today. Have a fun day out there. Yay. 配信始まって5秒で気づいた。すごい。ありがとうございます。さすが。いいでしょ、いいでしょ。かわいくない？可愛いの作ってもらっちゃったんよね。YouTube とかね、Twitter のヘッダーにも設定したので、よかったら見てあげてください。OK。よいしょ。そうそう、ちょっとカフェをね、カフェをいい感じにしたくて、いろいろ買ったんだけど、やっぱこう1日に5個しか買えないのなかなか厳しいものがあるね。フィシャさんから。Get out the coin. You ever hear that if you raise a flower, you plant it yourself, your wish will come true when it blooms? おー。自分で植えたお花を育てたら、そのお花が咲いた時に、願い事が叶うって聞いたことあるって。I kinda don't believe that, but try it out on this and let me know what happens. 私はそれをあんまり信じてはないんだけど、まあ、これでちょっと試してみて、何が起こったか教えてねと。うん。で、なんかお花をくれたのかな？ロードエアラインズから。ああ、いつもありがとうございますと。こちらこそありがとうございます。ブルースさんから。Hey, Licorn. Don't get me wrong. Wayne's got its place, kiddo. You want it on your garden and you want it in your pond. But if you don't want it on your head, maybe use this. ほん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 。勘違いしないでほしいんだけど、Rain's got its place, けど、まあ雨にも居場所があるんだと。このお庭にはお庭ってかまあガーデンね、今雨降ってほしいし、池にも雨降ってほしいでしょと。でも頭には降ってほしくないでしょって。だからこれ使ってねって。もう最近雨の日多かったんだよね。配信外でもちょっとこう作業したりしてたんだけど、雨ばっかり。お金払ってくれるならこっちからもオーダーする。いや、そこまで、そこまでしてもらわなくて大丈夫。大丈夫なんだけど。
ちまちま作っていきましょうってぐらいなんだけど。メロンアンブレラ。メロンアンブレラ。何それ、かわいいじゃん。フルーツなかなかセンスいいやん。プラチナあったら本当にいいよいいよいいよ。あ、いいねこれ。出したそのさ、オーダーしてほしいとかじゃなくてさ、オーダーしてほしいとかじゃなくてオーダーしてほしいんだけどさ、レジあるじゃん、レジ。ホワイトコスモスか、いらんちゃいらんな。レジって、レジ。なんて言ったらいい？レジ。キャッシャー。レジ。レジが欲しいんだけどさ、レジをさ、いや、私、レジもなんか、何回も見たことあるんだけど、なぜか一回も買ってなかったみたいで、持ってないんだよね。注文できなくて。ちょっと名前が違くて見つけられてないだけかもしんないけど、レジが欲しくて、もしレジをお持ちでしたら、オーダーしてもらえたらめっちゃ嬉しい。レジが欲しい。私何しようとしたんだっけ。あ、そう。花、お花の、お花の種とか持ってなかったね。はーい。収納して。このメロンの傘かわいいわ。この辺は？この辺はなんか、この辺はなんか、あ、これはあそこに置いてこないといけないさ。スプリンクルさんのポスター。たっ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 たん。これね。ね、結構増えてきたね。写真をちょっと集めないとな。さっきさ、7月のイベントをチェックしてたらさ、エージェント S の誕生日が7月2日だったみたいで、ちょっと逃してしまったことはショック。まあ別にもうここには住んでないからお誕生日パーティーはできないんだけど、まあちょっと別荘に行ってね、お祝いしてあげようかなと思っている。ちょっと後で、あとでどっちしろ今日ちょっとハピパラしてもいいかなと思ってたから、エージェント S におめでとうを言いに行こう。ちょっとだいぶ遅れてるが、今日何日？ 5 日か、3日遅れ。あとね、これこれこれ、フィッシングジャーニーがあるらしいよ、今週の土曜日なんで。土曜日は釣り大会をします。釣り大会をします。釣り大会に参加します。エージェント S っていうのはいわゆる2号さんですね。確か日本語名2号だったんじゃないか。どこにカウンター置きつつ、ね、どうしようかなと思ってる。ちょっとまだ考え中で、ここにネジを置きたいの、とりあえずね。あとどういう感じにするかはちょっとなんかやりながら考えながら置きながらっていう感じで考えております。オーダーしないの？オーダーはする、オーダーはするんだが、オーダーチェアを置いて、どうしようかな、どうするのがいい。あんまりなんかパーティションつけすぎると窮屈感ある。ちょっと開放感が欲しい気もする。何欲しいですか？そのね、レジがあったらめちゃくちゃ嬉しい。レジ。よいしょ。レジってでも英語名レジスターだった気がするんだよな。でもないんだよな。だから多分私は持ってないんだよね。なんで、もしお持ちでしたら。って感じ。ね、買おうと思ってたのが、毎回さ、買おうと思って見てる間に5個に達してしまって、途中から見れなくなっちゃうんだよな。買おうと思って、この、プラントパーティション欲しくて、ちょっと置いといて、
そうそう、このランチシリーズね、ランチシリーズをカウンターの後ろに置こうかなと思って。何色があるんやろ、もうちょっと暗めの木の色ないのかな。ローボードを一回買って色を変えれるか試してから他の買うか。カフェにはアンティークがおすすめ。アンティーク系はね、あるっちゃある。アンティークはあるんだけど、アンティーク、クロックとかはありだね。あ、コンソールテーブルか。確かにね、アンティーク確かに合うかも。アンティークとなんか、でもアンティーク高いんだよな。コンソールテーブルありだな。いや、どうかな。ブラウンと何色があるんだろう、アンティークって。ブラウンとブラックしかないかな。あとこれか、ナチュラルがあるのか。わ、アンティークありだな。いや、で、レジだけもらえればありがたいです。レジもらえたらめっちゃありがたい。ちょっと、お金ないわ。あれを頼む。プラントパーティションを頼んで。それぐらいでいいや。とりあえず、プラントパーティションを、ナチュラルを。え、プラントパーティション高っ。6000もすんの？6000もすんのか。話が違う。6000ベルは話が違う。高っ。みんな高っ。ふんふんふん。あ、全然知らんかった。こんなの獲得してたのね。6000を割ったマイルだね。アンティークのレジか、液晶レジか、普通のレジ。そんなのあんの？あ、そんなのあんの？じゃあ、アンティークかな、それで言うなら。そんないろいろレジがあるのね。あ、レジのアンティークの話ね。2万1000ベルをするのね。あ、でもいいでしょう。どうせなら、ちょっとそういう感じのやつがいいじゃん。じゃあ、それをお願いしやす。お金って手紙で送れる？手紙でお金送ったら楽だ。よいしょ。送ります。その代わり2万1000ベル支払い、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もちろんです。2万1000ベル手紙で送れるかな？なんか、書き留め、現金書き留めみたいなないかな。手紙でお金は無理で、あ、そうだよね。じゃあ今度島に行った時やね。よいしょ。これなんだ。あ、コガネムシか。コガネムシだっけ。タマムシか。タマムシ。例えばさっきその1月のイベント見てたら、また虫捕り大会があるらしいね。7月に。ちょっと蚊が飛んで、あ、危ない。刺されるとこやった。7月は、だから、魚釣りもあって、虫捕り大会もあってと。なかなか忙しいわけですよ。先に、占い行くか。占いに今日とて線の音が、ブルースが座ってる、かわいい。ブルースがブランコに座っている。あ、全然きすぎた。え、上の方飛んでると思ったんだけど、どっちに動いてんの。こっちか、ありがとう。2万1000ね。ちゃんと覚えとこう。スカート with サスペンダーズね。サスペンダー付きのスカートね。よし、じゃあ。あ、ちょっと、まあ、いいか。ちょっとお着替えしてからでもよかったけど。
まあ先に行ってしまいましょう。ホストするの初めてやから、めっちゃ緊張するわ。あら、2万1000ベルってどうやってあげたいんだ。2万1000にはできるか。2万と1000の袋を用意すればいいのかな。ここでじゃあ占いして、あ、そういえばそうそう、 ATM とさ、ストレージのやつ調べたら、島じゃないよ、借金を返し終わらなきゃいけないみたいね。島だ、実はね、実は払い終えてないんですよね。ちょっと今のストレージの量に満足しすぎていいかなってなっちゃって、借金をね、ちょっとそのまんまにしてるから。借金は払い終えると、この ATM とか、なんだっけ、ストレージ、なんだ、倉庫か、倉庫買えると、買えるじゃない、マイルで交換できるようになるらしい。これでない。ピンクだぞ。これは友情運でないか。久しぶりの。I see a young fishing enthusiast and a young insect expert。若い釣り好きの人と若い虫好きの人が見えると。マフリックさんと CJ さんだね。Two angels sharing their hobbies with each other on an island full of fish and insects. で、その二人は、自分たちの趣味をこう共有するのを楽しんでて、このある島でね、魚とか虫とかがたくさんある島で。もういいじゃん。From this vision, I deduce that your luck with friendship will improve.だけで友情が良くなると思います。いいね。じゃあ今日は久しぶりにみんなに貢ぎ物をしていきましょう。 Okay, something good might happen today. Okay. と芸術品だけ見ていい？新しいのになってるから、このね、これは持ってるんだよね。これは持ってるから、こっち、これなんだったっけ、見たことあるな。アメイジングペイリン、見さしてもろて、これなんだったっけ、まあ、割と合ってそうな気がしちゃうけど、これなんだったっけな。何、ドラクロワかな、誰の絵だろう。ドラクロワかな、違うか。ドラクロワはもっと戦争みたいなやつか。これ誰の絵だ、何の絵だ、これ何の絵だったっけ、すごい見たことあるんだよな。絵画の、人がたくさん、絵画。いけんじゃない？いけないか。人がたくさんじゃ出てこないな。人がたくさんなんだけどな。人がたくさん。何やつだったっけな。西洋、洋画、有名。
やでもちょっと本物がないとな、見比べようもないしな。合ってそうな気はするけどね。帽子ついてるかついてないか。そう、この真ん中の男の人が、あの白い方じゃない人ね、帽子かぶってたような気がするよな。気がするけど気がするでしかないんだよな。これ聞いたらわかるんだろうな。ハクロじゃないんだったら誰の絵だろう。いやわからんな。買わないでおくか。いや買うか。いや買わないでおくか。ちょっと探しとこう。まだこれ多分あと1週間ぐらいここに置いてるから。あとで調べよう。それがいいわ。あとで調べよう。で、バラは売っとらんかね。バラを売ってくれませんかね。バラがありませんね。一生バラ買えんねんけど。バラってさ、ここでオーダーできんのかな。あら、あら、すごい。一応これ出てくんだ。ハニワとか化石とか。あ、すごい。ハニワ出てくるんだ。じゃに何があってこう何色がとかは出てくるんだ。なるほどね。お花は買えんのか。買えなさそうやな。そういうあれがない。あ、フリップフロップス欲しい。欲しい。ちなみに、あ、これ買っとかないと。七夕のやつね。うんね、なんだっけ、何してたんだっけ。そう、バラが買えなくて帰ります。ちょっとお着替えしたら、着替えしてからでもいい。別にいいんだけどさ、この格好でも。飽き性なもので、すぐ着替えたくなっちゃうね。すぐ違う服にしたくなっちゃう。タンタンタン、ゲイ。2万1000ベルがそもそもあるか。ギリギリある。洋服だけ買いに行って。ハロー、ハロー。Hey there! って言われるから。お、オリビアちゃん。Hey there! お、変わってる。マネキンが変わっている。これ何？グアヤベラ。何これ？グアヤ。何グアヤベラって？グアヤベラって何？グアヤベラ？ガーベラ？違うな。グアヤベラ。グアヤベラ。グアヤベラだ。中南米、特にキューバに特徴的な綿または麻製で白やベージュ色の男性用半袖シャツ。大きなポケットが4つついており、刺繍が施されることが多い。正装として用いられる。へえ、知らんかった。キューバの服なんだ。へえ、確かになんか中南米っぽさある。これかわいい。赤はありかも。赤はありだな。赤買う？これ何？
リハンテンショット、身柄、海柄の反転ってこと。これよくリニーちゃんが着てるやつよね。カジュアルパンツ、フォーマルショーツ、あ、これがじゃあセットなのかな。一応こうフォーマル、フォーマル、フォーマルなんだろうな。黄色、紫、あ、これとかありじゃん。フォーマルだけど短いやつね。日本だったらさ、フォーマルで半ズボンとかありえないじゃん。でもさ、私こっち来てびっくりしたのがさ、警察官がさ、半ズボン履いて、半袖半ズボンの警官がいんの。みたいな。最初めっちゃびっくりしたけど、まあまあ、そりゃ警察だって暑いもんな、みたいな。納得もしたけど。あれは最初めっちゃびっくりしたの。警官半ズボンですかみたいな。半ズボンでね、自転車乗って、ね、走ってるから。って思うよ。黒とか。買っといて。で、お家で着替えよ。It's a bunch. Okay.オリビアちゃんは何を買ってらっしゃる？ピンガンピクニックスカート、If only I could figure out how to work this into my wardrobe. ピンガンピクニックスカートだってって。私が、自分のワードローブに、どうやったらうまく、自分のワードローブとどうやったらうまく使えるか分かればいいのになーって。あるよね。なんかこう自分が持ってるやつと家にあるあれと合わせてどうなるか確認したいみたいな。店で見ながらさ、あー、うちにあるあれと合いそうだけどサイズ感とかちょっとどうかなみたいな時あるよね。それめっちゃわかるわ。うちにあるあれとちょっと一回合わせてみたいんだけどなーみたいな。これあれか、あとでどう。んで、着替えしてからあれだよね、島を解放するみたいなのにして、で解放の対象をベストフレンドとかに設定すればその人だけが来れるということだな。何着よっか。半袖がなんかさ、季節ごとで分けてくれればいいのにな。ハワイアンプリントスカートね。いらな、かわいいよね。これ一回着てみたかったんだよな。これとさ、このレースでさ、すごいなんか楽ちんギャルって感じ。わかるかな、この楽ちんギャル感。楽ちんギャルでいこうや。こういう感じ。楽ちんギャルはハイビスカスとかつけてそう。あ、カンカン帽もありだな。カンカン帽この間せっかくなんかたくさん買ったし、カンカン帽でいくか。で、まあ、サングラスかけてもいいけど、まあいいでしょう。サンダルだな、これは。ビーズでもいいし。あ、これだ、これじゃない？うん、これめっちゃ好き。これめっちゃ好きよ。かわいくない？いいね。このお花のやつでもいいね。ちょっと違う色欲しいけどな。オッケー、かわいい。ギャルギャル。ごめんなさい、ご飯食べてて歯の装置外れてた。お疲れ様です。大変やね。矯正か。で、マジ大変だよな、あのケアすんのかな。お疲れ様って思うわ。なんか食べるたびにそんなんしてたら、たまらんわと思ってしまう。よし。じゃあ、
線ベルを用意して、感染ベルを空港の近くに置いといて、よいしょ、この辺に置いとけばいいでしょ。今、あ、もうお金がやば、お金がやばす、センベルでしょ。これを、こんばんは、ちかみさん、こんばんは、おばんでーす。おばんでーってさ、これ、あ、言い方合ってる。なんかもうちょっとこう、おばんでーすみたいな。おばんでーすってことはないか。なんかもうちょっと、言い方があるのかもしれない。おばんは、この、その顔文字は、熱い顔文字か。これもう抜けへんのか。まあじゃあ、ここで生えてきてもらうしかないな。早速最速行くので、島開けてください。はい。取り立てられます。だから、ナナさんに取り立てられます。違うか。よいしょ。もう送ってもらったんでね。レジ、どんなんか見なきゃ。I want visitors かな。そうだね。You and I invite someone from a nearby island on local play or one from a far off island via online play. オンラインプレイです。はい。オンラインプレイで友達を加入しました。じゃあ、Let me just connect you to the internet ね。OK。トントントン。So who do you wanna invite? で、誰を勧誘したいんですかと。My friend. Only my best friend. で、どうどうこうだ。あー、なるほどね。これで、これにしたら。もうめっちゃ時間あるやん。Alright, here we go. Opening the gate now. OK ですと。もう開けた。開けました。開きました。もうすごい。ほんで、私はじゃあ、ここ出て待っとけばいいか。どこで待っとくのがいいんだろう。これなんかさ、飛行機、ヘリコプターが飛んでくるのとか見えんのか。おー、すごいすごいすごい。飛行機飛んでくるのは見えんか。さすがに。ここにだって着陸するのとか、見えたらいいのにな。トントントン。面白いね。トータルリビュアー、安全なリビュアー、リビュアー、リビュアー、リビュアーってどういうことだろう。リビュアー、レビュアー、レビューを書く人ってこと。リビューアーを調べとこう。車での間に。評価か、評論家ね。だそうだね、レビューをする人って感じか。イェーイ。おー、来たね。来ました。よいしょー。いらっしゃい。お、初めて人を勧誘したマイルじゃないこれ。ないないない。どこどこどこ。あったあった、ほら。ホストマスト。あ、いいね。あ、次5回勧誘したら次のがもらえるのね。なるほど。あ、こんにちは。どうも。よろしくお願いします。ありがとうございました。レジ。いいやん、それ。あ、もう取った？手紙来てます、来てます。手紙来てたけどね、まだ取ってないの。あとなんか、うろうろしてていいよ。うろうろしてていいよとか言って、そんな大したものはないんだ。手紙来てたよ。そうそう、まだ見てない。すごい、なんか、違う人が、
違う人が自分の島にいるの変な感じ。カニはうるさくてごめんね。ここいたらめっちゃうるさいでしょ。キャッシュレジスター、あ、じゃあここ。おー、そうなんだ。置けないんだ。人がいたら置いちゃダメなんだって。ごめんねって。あとで、あ、そうっす。置いちゃいけないって今言われたとこや。行く、何する。大事なが案内できるようなものも大事な、だいたい配信で見てるやろしな。何の真新しさもない。あ、マックと話してる。マックは日本語名何だったかな、何だったっけな、忘れちゃった。ミニーちゃんはね、リアーナ、リアーナちゃんなんでね。あ、掘られる。私の化石。いいよ、別に掘っても。あ、化石じゃなかった。埴輪だった。もう待ってるじゃん。あ、シルバーナちゃんいるよ。シルバーナちゃんは何だったっけな。もう日本語名全然覚えらんないんだよな。カンハニワ、カンハニワって言われてもな。言われてもなんだよな。カンハニワって言われてもわかんないんだよな。って音鳴るんだろうな。可愛いでしょ、うちのシルバーナ。さ、やっぱさ、こう人気のある住民を呼んだ方がいいのかなとかって思ってさ、思ってこうランキングとか見てたね。はい、帰ります。私これさ、ちょっと待って、お開きしたいから、ちょっと待って。あ、帰っちゃった。お開きをやりたかった。どうやってお開きするんだろう。どうやって帰ったんだろう。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。で、そうそうそう、住民のね、ランキングを見てて、さ、ブルースがさ、私はさ、めちゃくちゃ好みって言ったらあれだけどさ、すごいかっこいいと思ってんだけど、全然ランキング高くなくて、すごいショックだったっていう話。さっきまで家にいたのに、ブルースさん。あれか。あれか。こう、客がいると、ちょっと出てこないタイプの人か。そういうタイプだな。あんで今日は、あれだね。友情運が良かったから。やばい、ちょっとお金ないからお金持ってこよう。友情運の、友運がいいから、キラキはマイナスボタンね。オッケーです。今度はじゃあそれでしよう。あ、そうなんだ。なんで二人ここっち見てんの？なんで二人こっち見てんのに話しかけてくるわけでもないの？なにこれ、どういうこと？なになに、どうしたの？いつも自分の仕事してるじゃん。なになになに、あ、こっち見ないで、見ないで見ないで、に何よ何よ、かといってなんか話しかけてくるでもないっていう謎の時間が流れてるんだが。え、なに？マジなに？パンぐらい出しといて。え、特によくて。なになに？なんか用？ハロハロ。え、別に普通だ。え、なになに？どうしたの？え、なに？なに？なんか用があるわけでもないの。グレブリン。特にない。オーライト。え、なに？なんでそんな。え、どういうこと？どういうことですか？なんでこっち見てたの？わからん。
つも自分の仕事してるやんね。なのに急に、なんか待ってましたよばりに急にそんな態度取られてもびっくりなんだが、今日はじゃあラッピングしてみんなに次物をあげて仲良くなってワンちゃん写真立てもらってっていうのを目指していこう。よいしょー。とか最近雨多かったからその分ハニワがおるわけやな。やけに埋まってるのが多いと思ったら、うん、ここ二人してなんかそんなコーヒー休憩みたいな、すごい合わなそうな二人やけどな、ギャルとおっとりさんみたいな。よいしょ。で、さて、フューシャさん休んでいらっしゃる。ゲイン。俺さ、隣同士で同じのじゃん。いらないよ。ドラムがあった気がするな。色が違うか、色が違うか、同じ色はあるわ、ここの方にあるわ。はい、まあさすがにそろそろね、ダブってきますよそりゃ。よいしょん。レッツセルで、レジを見よう。なんて名前？アンティークキャッシュレジスターか。キャッシュレジスターなのね。おお、アンティークだね、これは。これはアンティークだな。キャッシュレジスターなのか。ちょ、もう一回ちゃんと見てみる。キャッシュレジスターね。いや、でもなかった気がするな。キャッシュだもんね。キャッシュ、ないね。そうだな。ないんだな、なかったんだな。じゃあもらってよかったということで、色だけ見てくるか。なんかこれバスタブだ。バスタブじゃん。グローフタブ。ほんほんほん。猫足というかさ。お金が足りないじゃん。足つきの何？風呂。エグザムテーブルね。あれか、検査台みたいな。検査台ね。だったららだったん。アンジー、あ、かわいい。レインボーアンブレラ、かわいい。かわいいよ。これは花火？マウンテンファイアワークだって。え、花火じゃん。青いよ、花火。花火いいじゃん。あれ、そう、ラッピングペーパーね。グレディはちょっとあんまりかわいくないけど、ないでしょう。と、黄色ね。ゲイ。That's it。エアのバスタブいる？いや、欲しいな。お風呂欲しいよな。いや、別にお風呂置きたいわけではないけど。お風呂が欲しいの。なんでこの二人はここでさ、待ち構えてるの？君なんだけ
むしろ不気味なんだけど、怖いんだけど。何何何、マジで何ペロ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 、何と何なの、え、怖いよ、仕事しなどうしたんだろうね、どういうこと、バイ、え、なになになに、何してんだろうね、な、何の目的があってこっちを見ているんだ。で、お風呂買って、お風呂、お風呂、お風呂買って、お風呂買って、買いました。で、もらったレジを、いや、レジどうしようかな、ちょっと色を選んでからにするべきか、とりあえず置いとくか。色を選んでくるか、色を変えてこよう。なんだったっけ、改造さん海蔵さん、サイラスさんね。サイラスさん。あ、ゲート開けっぱなしだった。失礼。どうやって閉めるんだろう、これ。please close the gate か。OK, OK.So you want to stop communication and close the gate?Well, we don't have any visitors, so no problem. あの、会話を終わりに、会話っていうか、まあ、コミュニケーション終わりにして、ゲートを閉じたいのって。まあ、あの、今、あの、訪問者いないから、全然いいよ、と。おー。あ、簡単に閉めるのめっちゃ簡単なんだ。Hope you be back to use our services again soon. で、またご利用ください、と。おー。え、閉めるの早っ。へぇ、そんな感じなのね。OK。でもう一回ハーブスアイランドに行きまして、行きましょう。Roger that. はい、Are you ready? All packed and stuff? Time for takeoff. Let's get you airborne. 行きましょう、行きましょう。Okay, have a good flight.レジの色ね、レジの色。ここに来るとさ、何しに来たんだったか本当に忘れる。レジの色が、何色があるかな、とりあえず見てみるだけでもね。エグザムテーブルじゃなくて、これね、アンティークキャッシュレジスター、かっこよ、これめっちゃかっこいいな。いや、これかな、やっぱりちょっとこうナチュラルな雰囲気で作ってるから、これがいいかな。茶色、ルッチュルルッチュルッチュルッチュ、ちょっと下手だった。OK で、これ置いてきて、ちょっと住民に、I'm ready to go home. Yep. Pleasure.住民にあげる貢ぎ物を、まあフルーツでいいでしょう。フルーツをラッピングして。お風呂は買って、お風呂買ったべ、あ、お風呂の色、お風呂の色はまあいいわ。お風呂は買っときたいだけで、別にすぐに置く予定はないので、もしなんかで使うってなったら、その時に色考えようかなって感じ。
考えようかなって感じって感じね。今日のこの服装とこうギャルっぽいでしょ、考えようかなみたいなそういう感じじゃん。よいしょ。レジはここだね。レジ、ちょっとでかいよなこのレジ。おお、いいね、いいじゃん。あ、よくない？いいんじゃない？余韻でないか。あとはちょっとぼちぼち椅子買っとくか。椅子をさ、どの椅子がいいんだろうね。椅子、まあ、あのメタルウッド&メタルなんたらみたいな、メタル&ウッドか、メタルウッドチェア、これか、メタル&ウッドチェアかのナチュラルを、まだ今日変える？あ、もう変えない。はい、オッケー、買っといて。よいしょ。服の色合いと帽子が某海賊本当だ、全然そんなつもりなかった。いやでもほら、ルフィはあの青ズボンでしょ、青いやつでしょ。帽子はルフィだな。え、でもルフィの帽子はほら上丸いから、私の帽子これカンカン帽だから確かに。でもちょっとルフィ味あるな。ルフィもタンクトップやしなほぼほぼ7割ぐらいルフィやな。Good evening。ね、ドネーションをしなきゃいけないんだよね。このセミとカブトムシ。カブトムシかっこいいよな。ドネーで。イエイ。で、あとは化石の鑑定してもろって。いや、ワンピース読みたいな。ワンピースも久しく読んでなさすぎて、もう全然ついていけてないどこまで読んだかも覚えてない記憶が残っ、ちゃんと覚えてるのはどこまでだろうな。でも最終号する前ぐらいかも、ちゃんと覚えてるの。だからそのエースとのあれがあってとか、その辺ぐらいまでかな。ギリギリちゃんと記憶に残っているのはおそらく。いや、ちゃんと読みたいな。何しか私もね、記憶力がないもんだからね、ちょっとこう間が空いちゃうとね、前の話忘れちゃうんだよね。だからもう読むってなったらもう結構前から遡って読まないと話の流れが分かんなくなっちゃうので。ゲイ、いただきます。いやでも読みたいな。でもなんか理想を言うなら完結してからバーって読みたいけど、それって何年後って感じじゃないなんか今読んでる人どんな感じなんだろう。完結に近そうとかっていう感じあんのかな。どうなんだろう。読んだことないので完結したら読もうと思ってますねいやでも結局ね、それが正解な気がする。私ね、めっちゃまとめ読みしたのが何年前だろう。4年、5年前とかかな。5年前にバーって読んだのが最後だから、5年分読んでない状態なんだけど。いやでもな、そうなんだよな、完結
したら読むぐらいでいいよなと思っちゃうな。ちょっとね、果てしないしね。読むのも果てしないよね。果てしないにすでにさ、こう、すっきりするわけじゃないわけじゃん。失礼だけどさ。まだ終わってないから。だったら、どうせなら完結してからがいいよな。今何巻ぐらいまで出てんだろう。100は超えてるね、確か。超えてなかったっけな。いやでもちょっとな、長いよな。いつになるんだろうね。と終わりそう、終わったってなったら多分もう大ニュースだから、あれは大耳には入るから、そしたら読む。ちょっとさ、そう、この花火したくない？え、そうか、ここで使えんか、花火だもんな。花火ちょっとしてみようよ。こんな感じ？ちょうど夜だし、いいんじゃない？花火。え？何？あ、置いてやる感じ？あ、一回使ったら終わり？もしかして。あ、すごい。すごいけど、ちょっと待って。もうある？もうある？あ、まだ、あ。終わっちゃったよ。何もできんわ、これは。終わっちゃった。ちょっと、もう一回買ってきてやろう。写真撮ればよかった。それでも、どうか景色のいいところでやりたいな。え、どうしよう。また今度で。いやいやいや。今もう、あれ、今日しか売ってないかもしれん。だって、これ、とりあえず、使ったやついく。8メール。ゴミじゃん。ゴミちょっと売っといて。とさ、2、3本買っとこうよ。これなんかしばらく、しばらくじゃないけど。楽しめそうじゃない？どこでやろう。ハロー。え？なんか、そうか。お客さんが来るようにゲート開けてたから、さっきのあの役場も、よそよそしい感じだったんだ。あ、分かった。なるほどね。そう。なんか、その、ティミーとトミーはさ、Welcome to Nook's Granny って言ってくれなかったから、なんでだろうと思ってたんだけど、ゲート開けてたからかな、多分。9時の鐘が鳴っている。Thank you.よいしょ。Thank you. なるほどね。そっか、ゲート開けてたからだよな。え、花火どこでする？花火どこでしようか。花火どこですんのがいいんだろう。あっちのなんか竹林の方。いやでもさ、あんまりさ、植物があるところでやるべきじゃないと思うんでね。何もないところでやれって言われるじゃん。広い空間を確保してやらなきゃいけないじゃん。この辺でさ、川と滝と一緒に写真撮ろうよ。さあ、でもさ、カメラアプリを、できそう。起動しながら、できそうだな。もうちょっとこっち側で撮りたくて。ちょっとよ、ディライトとか欲しいな。パチパチパチってしたい。ダブルウェーブでしょ。で、チーズもありだな。ディライト、パチパチパチのやつ、パチパチパチのやつ欲しい。パチパチパチ、ディライトはどちらですか。これか。そう、これ欲しくない？これでやろうよ。いや、結構時間との勝負だぞ、これは。よし、いけ。あ、ちょっと近い、ちょっと近いぞ。はい。早いんだわ。オッケー、いいんじゃん。
割といいんじゃない。いや、頑張った頑張った。時間との勝負だったな。てかさ、フリックさん来てるとか言って、フリックさんに会ってないんだけど。フリックさんどこに？フリックさんに会ってないし、普通に虫打っちゃったじゃん。フリックさんに売らないといけなかったわ。まあいいでしょう。まだ化石あったのね。じゃあフリックさんに虫を売りたいから、売りたいから、どうしようかな。今日はじゃあ桃でいいかな。みんなに桃をあげながらフリックさん探して、拾ってラップする感じね。OK、3つ拾って拾ってラップする。 OK、 3つ拾ってラップする。3つずつぐらいでいいでしょう。なかなか桃も高級品ですからね。ありがたくいただいてもらわないと。桃3つももらったらめっちゃ嬉しいよな。じゃん。えい。リックさんどこいんだろうな。よいしょ。リックさん来てるって言ってたんだけどな。で、3つ拾って。ちゃんと言ってないとね、間違えてポンポン拾っちゃって後悔するので、3つ拾って3つ拾って、もし虫がいたら捕まえて、3つ拾ってちょーよいしょ。なんかこの間さ、あつ森の BGM についてちょっと調べてたんだけど、こうなんか時間によって変わるのね。今はその午後9時の BGM が流れてると。午後9時台か。で、なんか時間によって1時間ごとね、BGM が変わるんだけど、なんかね、夜中の2時だったかな、3時だったかな、らへんの BGM が、やばいらしい。なんかマジでちょっとこう、なんて書かれてたかな、ちょっとこう間抜けな、ちょっとアホっぽい感じの BGM らしくって、すごいクソだって言われてたわ。基本的に割とこういい曲が多いなって思うことのが多いんだけど、あつ森に限らず任天堂の曲はね、なんかその2時台、3時台だったかな、どっちだったか忘れたけど、の曲はやばいらしい。その時間にプレイすることないからさ、聞く機会ないんだよね。だから一応こう、今ちょうど半年ぐらいかな、配信始めてってか、まあ熱盛始めて半年ぐらいなんだけど、1年経ったらタイムトラベルして OK にしようと思ってるから、あと半年ぐらいやってタイムトラベル OK にしたら、夜中とかにしてやってみようかなって思っております。この BGM を聞いてみたい。嘘って言われるって相当やなと思って。あ、カブトムシやね。クワガタを捕まえよう。クワガタとか結構フリックさん高く買い取ってくれそうじゃない？クワガタのさ、模型とか作ってもらってもいいよな。クワガタとかカブトムシとか。かっこいいんじゃない？模型作ってもらうならさ、クワガタとかカブトムシぐらいちょっとかっこいいやつがいいよね。
Welcome. You're always welcome to stop in and relax here, above. いつでも来てリラックスしていいからねって。This is for you. For me, really. で、プレゼント。黄色の方がいいな。Can I go ahead and open this? 開けていいって。どうぞどうぞ。Oh, this is great! It's some peaches! いいわねって。桃じゃない。Thanks, that's so thoughtful of you. ありがとうって。親切ねというか、思いやりがあるわねとか。As a thank you, please take my mesh cap. メッシュキャップか。まあ、お礼として、メッシュキャップもらってくださいと。ありがとう。バイバイ。メッシュキャップか。まあまあまあ、いいでしょう。ここでもらうものよりも、親密度が上がることが大事だから。シルバーナちゃんはね、特にまだ付き合いも浅いので。ミニーちゃんにはぜひ写真立てをもらいたいんだけど。未だにくれんからな、この人。どんだけ仲良しだと思ってんねん。写真立てを。これ、座られちゃうとね。座られちゃうとね。何しに来たのみたいな顔されたけど、座られちゃうと、物をプレゼントあげれないので、座る前に話しかけます。ここはダッシュです。座る前に、近い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 。それは無理だよ。それ、なんでそんな椅子の近くにいるの？座る前に話しかけたいから、もうちょっとこう、手前にリニーちゃんがいてくれないと。うん、ワンチャンス。もうちょっとこっちいて。もうちょっとこっちいてよ。あ、その辺ならいける。それならいける。よし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 。危な。Good see you, Lincoln. Glad you're here. Here's a gift. 定期的にフルーツバスケットが始まる。フルーツバスケット懐かしい。ほんまやな。どっちが先に座れるか勝負よ。This is so awesome. What's in there? すごいじゃないって。何が入ってんのって。There's nothing tastier than some peaches. Thanks. 桃より美味しいものなんてないわって。ありがとう。Thanks. I could eat these for days. They're scary good. Yep, yep. しばらくこれ食べられそうだわって。めちゃくちゃ美味しいからねって。バニーイヤーズとかいらんのよ。リニーちゃんの写真くれんかね。While we are it, here's a little something for me, from me to you. It's some bunny ears. まあ私からあなたにあげるわ、と。うさぎの耳よって。うさぎの耳をいただきました。今日なんか被り物多いな。何よ、写真くれないね、リニーちゃん、全然。写真立て欲しいんだけどな。やっぱ毎日あげないとダメかな、こういう親密度が上がる日にだけさ、ゴビを売るようにあげているからいけないのかもしれない。あ、フリックさんいた、フリックさん。ここにいたのね。もうちょっと虫捕まえてきたら、してあげよう。Hey, Mark. I've been waiting for you. 待ってたよって。そうなの？ Had a feeling you'd show up. 来るような気がしたんだよねって。すごい、エスパーじゃん。What you got? プレゼントです。まあ、Mark はもう写真も2枚もらってるし、いらない。別にあげなくていいんだけどね。みんなにあげてるんであげましょう。Some peaches sounds delicious right now. Right about now.
ちょうど美味しそうだわ。ちょうど美味しそうに聞こえる。うーん、ちょうど食べたかったんだって感じか。ウィンドブレーカー。ウィンドブレーカーって服だよね。ウィンドブレーカー。あー、はい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 。ウィンドブレーカーだわ。なんかスポーツ選手とかがさ、休憩時間に来てる。あれだわ。なんか、スケート選手がさ、待機場所で来てるような感じじゃない？ウィンドブレーカー。そんなことないかな。ような感じのやつに見えた。ケンさんね。ケンさん。ケンケン。ケンちゃん。あ、ケンさんはそういえばね、結構ね、人気度ランキング。人気ランキング上位ってほどではないけど、鳥系の中では、鳥系？鶏系の中では結構上の方だったよ。ブルースに関してはね、ちょっと歯科系住民にかっこいい人かわいい人が多いせいで、ちょっと票が入ってなかった感じもある。Oh, could you hear my tummy rumblingIs that why you got me these peaches? 俺のお腹が鳴ってんの聞こえたんかって。だから持ってきたのって。Just gonna tuck that away for 5 minutes from now. まあ5分ぐらいは置いとこうかなと。この後食べるよと。Hey, hold up. I can let you just give me something this good for free.で、こんないいものをタダでもらうわけにはいかないと。トゥイスティッドハチマキ。ハチマキ。ねじりハチマキやん。ねじりハチマキいただきました。今日マジかぶり物じゃん。あ、これやね。お祭りのやつじゃん。いいね。なんかハッピーとか欲しいね。ハッピーとか絶対あるよね。ハッピーとハチマキと、なんだろう。ショーパン？ショーツ履いて、お祭りっぽいのしたいね。いいね。やっぱその浴衣とか着物とかもいいけど、あのお祭り服もいいよね。あら、なかなかワイルドな作り方するわね、ハンマーの叩き方。Oh, are you talking to me?Sorry, I was way in the DIY zone, Frappe. あら、話しかけてたって。ごめんごめんって。ちょっと、DIY のゾーンに入ってたんだって。夢中になってたんだって。What's up to? 何してんの？ Well, I'm making a box-shaped seat. 箱の形の椅子？椅子っていうかシートか。Do you want to know how to make a box shaped seat too? まあ知りたいですね。 Okay, I'm going to be the first pop star / fashion designer / DIY guruポップスターであり、ファッションデザイナーであり、DIY グルーである、初めての人になると。I write down all my recipes. Here you go! ありがとうございます。Oh my gosh, Frappe! It's so way easy! You slap one together in no time! Be gone!めちゃくちゃ簡単だから、すぐにきっとできるよって。で、スプリンクルさんにも、貢ぎ物を差し上げましょう。あれぜ。こちらでございます。まあ、大したものじゃないですけど。What could it be? I'm going to sing while I open it. 歌ってんだ、これ。What could it be? みたいな。何かしらって、開けてる間、歌っちゃうわっていう歌を歌ってる。Some peaches! Yeah!
I'm so going to eat this so fast, it's going to be rude. あら、桃じゃないって、美味しそうねって。ちょっと失礼になっちゃうかもしれないぐらい、早く食べちゃうわと。Thanks a bunch. ありがとう。Hey, I wanted to say thanks, but with like an object. It's a tuna sushi costume. Enjoy. どういうこと？マグロの寿司のコスチューム？マグロの寿司のコスチュームってどういうこと？どういうこと？やばいこれ。誰こんなの作ったの？誰？しかもさ、ツナちょっとちっちゃく、ちょっとネタちっちゃく、もうちょっとシャリ少なくてよくない？やばい。これ何だ？いつ誰がどこで切んの？やばいんだけど。ちょっとさ、微妙にさ、米の質感ちゃんとさ、してんのおもろいな。何これ、誰こんなの作ったの？やばいな、ニンテンドーにやばいやつおるぞ。やば。いや、まさかマグロの寿司の服をもらう日が来るとは。マグロの寿司の服を着る日が来るとは。やば、おもろすぎる。たまにちょっとそういうさ、ぶっ飛んだやつあるよな。しまった。虫がおったの。オリビア、オリビア。あ、すごい角度になっちゃった。あ、なんか、あれだ、ノミがいるわ。Scratching here and there. Perhaps the air is too dry? かゆいかゆいかゆいって、今日なんかめっちゃかゆいって。あっちもこっちもかいちゃってるわって。もしかして乾燥してんのかしらって。違う、どう見てもノミがな。ノミがおるんやで。違うやで。違うのよ。ノミを取ってあげたいのよ。距離感が難しい。お金が落ちてきたのはありがたいが。あ、惜しい。惜しい。違う。どこ行った？あ、行った。ちょっと見えんかったけど、取れたわ。はい、片振り。ノミを取りました。How did they not notice fleas all over me? I'm so embarrassed. You saw that? ノミが私についてたのに、なんで気づかなかったのかしらと。あなたに見られちゃってすごい恥ずかしいわって。But thank you for helping out. I'm glad you are watching now for me.だけど助けてくれてありがとうって、私のこと気をつけて見ててくれて嬉しいわって。いや、よかったね。かゆかったでしょう。で、Here's a gift ね。 Oh, you shouldn't have. あら、いいのにって。こんなのいいのにって。 Well, what could it be? Some peaches. My mom?Thank you, Licorn. I can't wait to try it. How can I thank you? Why don't you take this reward of a pajama dress? パジャマドレスか。ちょっとワンピースタイプのパジャマみたいな。ああ、そうだね。そうですよね。これか。なんかピコピコなってたね。あ、フリーフリッカー。飲みを取った数ね。いいじゃん。飲みも売れるんだっけ。はい、みんなと話してからがよくて。フューシャさんいたよね、この辺に。いなくなっちゃった。全然人がおらんねんけど。なんちゃんいた。な
んちゃん座ってるじゃん。ちょっと立って。ピコロン、Hey! Nice to see you! 立ってくんないかな。ちょっとあげたいものがあるんだけどな。まあいいかな、なんちゃんは最悪。あの、写真立てももらってるし。よいしょ。あ、そう。よしよし。アリの、アリの、そうだよね。アリの、なんか育成キットみたいな。勇者さんがこの辺にさっき、通りかかってたんだけど、いなくなっちゃっていない。え、なんかみんないないんだけど、そんなこともないか。え、でもほら、ボーンズさんも見てないし。ブルースもいないよ。久しぶりに顔面カメムシがおる。顔面。顔面違う、人面カメムシや。顔面なんやけど。人面カメムシね。ブルースさっきこの辺いたのにね。すぐいなくなっちゃうんだから。この辺に追ってくれんかね。ぐるっと回ってみるか。あ、こんなところに、こんなところに何かが待っている。まとっておく。あ、埴輪だ。埴輪さんでしたと。で、降りて、よいしょ。I call a rainbow stag. It's a rainbow armor. It's so shiny. It's rainbow armor. It's so shiny. ああ、虹色のクワガタみたいな感じ？虹色クワガタか。この虹色のね、カラ、鎧、すごい輝いてるねと。これ以上持てないよって。さすがにこれは持っておきたいので。何を置くかというと、埴輪かな。びっくりした。虹色クワガタ。キモ。なかなかに気持ち悪い色でしたよ。じゃあみんなにもらったものを一回お家に置いてきて、荷物を開けよう。あと誰にあげてた？勇者ちゃんと、ブルースと、ボーンズと、あ、勇者さんの耳が見えたわ。私の家の裏にいたな。この辺の、だいたい服だね。服ばっかくれるやん。これと、あとでも4つあるな。あとなんちゃんとか。なんちゃんとブルースとフューシャとボーンズね。ボックスシェイプシートがどんな感じか。あー、そういう感じね。確かに。あの、音楽室の椅子とかあんなんだったわ。あの、背もたれとかなくて、本当にただの箱に近い感じの。だった。背もたれ欲しいよね。よいしょ。勇者さんは釣りをしていらっしゃる、もしかして。
perfect fishing weather. Time to catch a few fishes. Precious. 釣りに完璧な天気ね。釣りにぴったりの天気ねと。魚を釣る時間だわって。Oh, my heart's really racing. I hope the fish can't hear it. 心臓がバクバク言ってるわって。魚に聞こえてないといいんだけどって。プレゼントあげたいのにな。入っちゃったかな。シャミをしました。シャミが出ちゃったよ。でもこのクワガタはさすがに寄付しないといけないから出なくて。え、マジみんなどこ行ったの？ホーンズさんとかブルースとか。あ、ブルースいた。あ、ホーンズさんもいた。あ、なるほど、この辺ね。あ、はいはい。どうしたどうした。Peter, I might run into you here. I want to give you something. あれ、ハウと思ってたんだよねって。ね、ちょっとあげたいものがあるんだと。あら、ありがとう。There you go. You're very old mountain bike. Mountain bike. You're always helping me out, so I thought I'd try to return the favor.いつも助けてくれてるから、お礼がしたいなって思ったんだって。You know, we ought to hang out more often. And life is just plain better with you around. Well, 嬉しいこと言ってくれるやん。なんかもっと会おうぜって、もっと仲良くしようぜって。この島での暮らしが、あなたがいることで、より良くなってるよと。いや、嬉しいこと言ってくれるやん。じゃあ写真立ておくれ。You want this? 写真立てが欲しいよ。Can't wait to see what's inside. Some peaches. Smell dang good too. I give this a real good home in my belly. Yeah, ain't nothing free in this world. So as a thank you, have a yellow paint wall. 残念、黄色の壁でした。黄色の壁とかいらない。Ah, it's me, Bones. 知ってるよ。This is for you. Ah, did I get something? なんかもらえんのって。こちらでございます。I wonder what's inside? I'm gonna open it. 何かなって開けてみるねって。Some peaches. Yummy. It looks so good. Thank you, thank you, thank you. Oh, my God. I'm gonna lay on the floor and eat that. Might even share with the bugs. 床に寝っ転がってこれ食べるよって。虫たちにも分けてあげるかもしれないよ。Yeah, man. It's a cardigan school uniform top. Enjoy! A bit. ボーンズさんはこう虫と暮らしてる。まあ、家に虫がいる設定だから。床にゴロゴロしながら食べたら、きっと床にこぼれて虫たちにもあげることになるんでしょう。あれ、今風船の。いなかったかな。ちょっと向こうの方かな、左の方かな。じゃあいいや。あ、ごめん、見えない。あとはなんちゃんがもうここに座ってないから、この辺歩いてんじゃないの。なんちゃーん、なんなん、あ、なんちゃんお持ち帰ってるわ。こっちに帰っていらっしゃる。なんちゃーん。
ゃーん。見つぎ物です。あ、寝てる。なんちゃんが寝てる。やばい、かわいい。なんちゃん、そんな。あ、結構すぐ目覚めるタイプね。I'm sorry, did I fall asleep? Hope I didn't say anything weird in my sleep. I didn't, right?あ、ごめんなさい。寝ちゃってたって。なんか変なことを言ってないといいんだけどって。言ってなかったよねって。あ、眠たいね。あ、また寝ちゃった。かわいい。あ、oh, sorry about that. Guess I nodded off? かわいいわ。もう眠たいよね。これ買ったもんね。じゃあこれだけあげるので。どうぞ、おやすみください。Oh, this is great! It's some peaches! Thanks! That's so thoughtful of you! Thoughtful of you! ペイズリーバンダナ。ペイズリーのバンダナね。いいじゃん。ありがとう。おやすみなさい。めっちゃ眠そうやったな。申し訳ねえ。しちゃって、シャッちゃんも家に帰ってたりしないかな、しないよね。あの人夜型やもんな、きっとな。まだ釣りしてるかな、釣り終わったかな。釣り終わったかな。どこにいたんだったっけ。うちの奥にいたんだよね。なかなかこっちまで来る人いないけどね。あ、いない。あ、いるわ。まだしてんの。まだ頑張っていらっしゃる。あ、まだ頑張ってる。 Wonder what kind of fish I'm gonna meet today. I hope they're nice. どんな魚に会えるのか楽しみだわって。いい子たちだといいけどって。ちょっと隣で釣ってあげるか。いや、来ないじゃん、ここ魚。来ないよ。プレゼントあげたいんだけどな。ちょっと話しかけたらやめるか。心臓がドクドクいってるわって。あ、ほらほら、魚来たよ。来たよ。今だよ。あげれないじゃん。そう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 。あー、やっと話しかけれた。はい、どうぞ。はい、どうぞ。 You don't mind if I open this now, right? If you don't mind if I open this now, right? 今開けてもいいでしょうって。 There's nothing tastier than some peaches. Thanks. Surprise gift exchange. Here, take an open track jacket. みんな好きやな、洋服が。洋服たくさん持ってるんやな。みんな衣装持ちやな。よし。じゃあ、今日のミッションは完了した。ほんで、まあちょっと、あれよ、虫を捕まえてフリックさんに売って終わりにしようや。虫おらんかね。虫できればちょっと高めの虫探すとおらんよね、虫ってね。いなくていい時にはいるくせにさ、探すと大体いないんだよな。メインよさか。あ、おったや。そこにおるなら言って。あ、やばい。この角度。いける？いけるか？いけるか？いけた。よしよし。少しでも。ミヤマクワガタでもいいでしょう。ほんとはさっきのカブトムシ、捕まえたかったけど、ちょっと、不可抗力だったわ。飛んだ
先におったんやもん、どうしようもないよ。向こうで作るか。網を作るぞ。網を作って、あ、ほらほら、また飛んだ先におるパターンの罠だよ。これ危ないからね。音弁？よし。なんかでかくない？ちょっとこういう時に限って網がすぐないんだもんな。作ってる間にいなくなっちゃうかも。でかかったよね、今の。でかかった気がしない？どうせなら2つぐらい作っとく。いや、いいか、そんなに使わんわ。よいしょー。オッケー。ね、ちょっとさっきのやつ、いる？あ、いるいるいる。なんかでかく見え？でもカブトムシか、普通の。普通のカブトムシでした。まあいいでしょう。カブトムシもそこそこ高いでしょう。やっぱほら、甲虫類違うの。甲虫はカブトムシだ。おお、甲虫類か、いいの。硬い系の虫はね、高いでしょう。カナブンとかちょっと。硬い系の中でも雑魚かもしれんけど。あ、ほら、このハムシがいたよ。いいね、ウォーキングリーフ。私、ウォーキングリーフっていう名前がセンスありすぎまんだわな。あ、蚊がいる、蚊が。蚊が飛んで、あ、刺される。蚊がいる。あ、取れない。あ、やだやだやだ。刺されるから逃げよう。かわいいわ。皮はきっと高くないでしょ。じゃあ手持ち一杯ぐらいまで虫捕まえたら終わりにしよう。ウィックさんに売ってね。いやでもカブトムシのさ、作ってほしいよな、模型。カブトムシの模型はちょっと欲しい。そしたらあと2つ捕まえなきゃいけないからな。あ、オレンジエンテル、あ、持ってる。出た。カブトムシ。なんかこう、どういう、どの木につきやすいとかないのかな。これフルーツの木の方がやっぱ蜜とか出てきそうじゃない。そんなこともないのかな。オリビアさん、本当歌うの好きやな。いつも歌ってるもんな。この辺が結構いる率高いよね。木がたくさんあるかって言ってるといないんだよな。どれぐらい離れたらさ、ロード判定になるんだろう。これぐらい離れたら新しいの出てくる。出てこないか。虫取りしてるともううかつに走れない。すぐ逃げてっちゃうから。ああ、ほら、だから走っちゃダメって言ったじゃない。じゃない。ダメだな。全然おらんわ。何を狙ってるんや、お前は。何もおらんぞ。よいしょ。なんかおらんかな。おらんな。え、なんか見たことないやつおる。こいつは捕まえんと。ほら、ほら、ほら。ほら、ほら、ほら。これ何？あ、嘘、え？これでダメなの？マジ？今のダメ？
判定厳しくないですか？判定厳しいってことはなんか結構レアなやつだったのかしら。やんだな、取りたかった。もうちょっとあれか、まっすぐまっすぐ行かないといけない系だったのかな。ちょっとこう斜めに行っちゃったから厳しい。今の厳しいな。厳しめ。ちょっと虫おらんて。あと2匹でいいんだけどな。探すといないんだよな。探してないと基本的にぶつかって煽ったやんみたいななるわけよ。あれだね、セミとかは夜はいないんだね。あ、サメがおるから釣ろう。サメは釣ろう。よいしょ。サメさん、サメさん、サメさん気づいて。よし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 。あー、5番ザメやん。サッカーフィッシュ。サメにくっついてるやつでしたわ。いませんね。こいつはいませんわ。いや、カナブンかい。最弱だから、硬い系の中でも最弱。アナブンじゃちょっとな、せっかくフリックス、うーやばい、これはやばいけど、これは取れる気がしない。さっきの感じだったらめちゃくちゃ判定厳しいから。ちょっとこれ取りたー。でもいけ、でかっ。これでも結局博物館にあげなきゃいけないからフリックさんに売れないじゃん。 I got a horned elephant. I think it's too small to ride. あ、そうね、エレファントっていうからには象なんだけど、まあ、ちょっと乗るにはちっちゃすぎるわね。 Horned elephant. Horned elephant.ゾウカブトムシみたいな、そんなのある。 ホーンドエレファントって普通に聞いたらさ、マンモスみたいな感じじゃない？あの角がついた、角がついたゾウみたいな。ゾウカブトだ。ゾウカブトっていうのがいるのね。ゾウカブトでした。でかっ。すごっ。びっくり。あ、すごい。急に。あね。虫を捕まえたマイルと。Bugs don't bug me。Creaturepedia ね。虫のこの図鑑が。止まってきたマイルをいただきました。ゾウカブトだって。いいじゃん。じゃあゾウカブトとこの虹色クワガタ、虹クワガタか、もう
人面カメムシでいいか。人面カメムシで我慢するか。しょうがない。これやったらカナブンの方が高かったかな。まあいいや。よいしょ。Hey, remember me. ブリック覚えてる？ブリックだよって。虫が好きなやつだよ。ソウルバグを探してるんだと。で、虫を売ってくれと。まあ何でもいいと。で、アートが欲しければ言ってなと。カブトムシのいつか作ってもらいたいね。集めといてもいいね。さあ、おいくら？おお、12,000。まあ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 って感じやな。こんなめっちゃ高くはないけど。そうやな、苦労した割には高くないな。OK。虫つかむのって大変なんだよな。さあ、値段だけ見ようよ。ゾウカブトは？おお、6,400、すごい。虹色クワガタ、4,800、すごい。あら、オリビアちゃんどうした？どうした？Sometimes I am so careless. Have you ever gone a bit overboard while shopping? I certainly have. あね、ちょっとこう、注意散漫というか、注意力に欠ける時があるのよね、と。え、overboard。調子に乗っちゃうみたいなこと？ Overboard。 船外に、船の外にね。いや、そうなんだけど、やりすぎる、調子に乗る、そうだよね、調子に乗るだよね。あ、熱中するか。 Overboard で熱中する、まあ、やりすぎる、なるほどね。お買い物してるときに、買いすぎちゃったってことかな。ちょっと買いすぎちゃうことないって。私はあるのよねって。In fact, I just bought something I already own, if you can believe it. A polo shirt. あれ？実は、もうすでに持ってるやつをまた買っちゃったんだと。もしあなたが信じてくれるならねって。信じられないかもしんないけど、同じの買っちゃったんだよねって。ポロシャツなんだけどって。ポロシャツね。Wait, I've got an idea. Let me make you a proposition. Let me trade my extra polo shirt. 待ってよ。で、いいこと思いついたって。Proposition って何だったっけ？こないだも調べてた。なんでそれでそれやねみたいな思った覚えがあるが。プロポジション、提案、意見、課題、問題。ちょっと提案させてくださいと。で、私はその余ったポロシャツを交換すると。For your absolutely fabulous mountain bike。さっきもらったやつやん。そのマウンテンバイクと交換してあげると。絶対ポロシャツよりマウンテンバイクの方が高いやん。よう言うわ。アンスフェア。良さそうじゃん。いや、まあフェアではないが、まあしょうがないな。そんなダブっちゃったやついらんもんな。Wonderful record. I'm so glad you're up for it. Alrighty, now for the exchange. やったわねって。賛成してくれて嬉しいわって。じゃあ、交換しましょう。しょうがないな。If I need to find a new home for anything else, I'll be sure to talk to you first. まあなんか他のものにもこう、まあいらなくなったものだね。新しい家を探さなきゃいけなくなったら、あなたに最初に話すわね。こう誰かに譲らなきゃいけなくなったら、最初にあなたに聞くわねって。
全く調子のいいやつだぜ。なんかちょっと利用された感あるけど大丈夫？違うか。なんかちょっと押し付けられた感。いらないものをもしかして押し付けられた。ドネーションです。やっぱ夏になるとあれだね、虫がたくさん取れて楽しいね。なんとかでも夏が終わるまでにコンプリートしたいね。夏の間に取れる虫は。魚をコンプリートするのは結構大変じゃん。その影だけだと何の魚か分かんないから、もうとりあえず釣るしかないけど、虫はまあ見えてる状態で取るからさ、まだね、こう、あ、まだ捕まえてないやつって思ったら捕まえればいいから、むやみやたらにやんなくていいからね。この人持ってるかな、同じようなのはあるけど、こんな青色じゃない気もする。青いやつはいないかもね。あ、いないかも。めっちゃたくさんある。ちょっと片付けだけして終わりにしよう。次はね、明日ちょっとお休みして、明後日もほら、七夕のイベントがなんかあるんだったらやろうかと思ったんだけど、別に七夕特にないみたいなのって、しあさってかな。そう、しあさって、動画が出ます。ので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。まあ、なんかちょっとこう、住民と会話して、その会話を、まあ、いつもほら、会話読んで、ある程度タラタラタラっと日本語訳しちゃうんだけど、もうちょっとこうちゃんと読んでちゃんとその文を、まあ、ここが主語だよとか動詞だよとか時制がどうだよとかって見ながら、ちゃんと読むっていう動画です。もうまあ週1ぐらいであげれたらいいなと思って作ってますので、その第1弾がね、金曜日に上がりますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。こんな感じです。よし、 OK。 というわけで、ご視聴いただいた方ありがとうございました。チャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。通知のオンもぜひしといてください。あとは、ツイッターもやってるので、ツイッターもフォローしてくれると嬉しいです。ですです。こんな感じ？で、配信は、おそらく、なんで金曜日の夜だから、日本時間で土曜日の朝にするかな？で、プラス、土曜日に、ほら、虫取り大会があるって言ってたから、土曜日の、日本時間で土曜日の夜にも配信すると思いますので、ぜひ遊びに来てください。というわけで、また次回お会いしましょう。 See you soon!